こんにちは。副学アカデミー代表の小林正弘と申します。今回2本目の動画になるんですけども、副業アカデミーの SNS 副業講座の三上さんに、来ていただいてますんで、 SNS を使った副業の話をですね聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの1本目の動画あるんで、皆さんねまずそちら見ていただいてからね今回の動画をご覧いただきたいんですけども、あの三上さん SNS を副業で会社員時代に始めて人生変わって、今独立して SNS を使ったいろんなビジネスとか集客ノウハウとかを教えてるっていう、まあ お仕事ですけど、あの三上さんご自身の実績をちょっと聞いてみたくて、まあ月ベースぶっちゃけどれぐらい稼いだことありますか？はい、SNS だけでっていうことですよね。あ、そうかそうか、はい、SNS だけと、はい、SNS 以外にも投資されたりとか、あ、そうですね、ビジネスありますもんね、はい、あ、じゃあどっちも聞いていいですか？あ、全体合計したらどれぐらいやっ、はい、全体ですと、今までだったら700ぐらいですね、あの独立してからも含めたら700万円ですかね。700万円700円じゃないから、はい、そうですね、700万円好きに、そうですね、すごすぎますね。 ありがとうございます。お一人で、はい、いやで、その700万稼げた時の、はい、あの SNS を使った副業で稼げてあるものはどれぐらいなんですか？はいはい、SNS、 そうですね、350万ほどですかね。半分は、はいはい、あれ、じゃあごめんなさい、先に聞くと、はい、残りの350万は不動産とかやられてるんでしたっけ？そうですね、不動産とか、はい、あとはあれか、あのホームページの制作、そうですね、制作業務だったりとか集客サポートだったりとか、 SNS から派生したビジネスが350万ぐらい、はい、はい、そうです。すごいですね。 ありがとうございます。いやだから皆さんはあのそうなりたいと思ってると思いますし、はい、まあ僕個人的には10分の1でもすごいと思うんですよ。その35万円、はい、70万円を、はい、あの月間で副業で SNS とかで稼げれば、はい、もうすごいことじゃないですか。そうですね、本業を超えていくレベルなんで、はい、あの今回特に教えてほしいのは、あの SNS を使ってその頑張ってる方はいっぱいいますが、三上さんみたいに結果が出る人と、はい、なかなか結果が出ないなと。特にフォロワーさんまあまあ増えてきたのに、なんか稼げないなみたいな、どっちもあるんですよ。はい、で、何が違うのかっていうのを、その三上さんなりのお考えを聞いてみたくて、あの、はい、SNS でフォロワーも増えてきてるんだけど、はい、結果が出ないとか稼げない人たちって、はい、これ何が主に原因だったりするんですかね？商品を販売するためのアカウントにそもそもなってないっていうことですね。これはありそうですね。そうですね、一旦こう、はい、フォロワーさん増やすことに一生懸命で、はい、あのテーマが分からなかったりとか、あとはその確かに商品をこう欲しがってるフォロワーさんがいるわけじゃないアカウントみたいなね、はい、そうですね。ああ、そっかそっか、はい、だからこう最初 その決め方とか、はい、テーマとか発信がやっぱり重要になってくるということですか？重要ですね、はい。やっぱりそのアカウントを作成する時点で、そのアカウントでどのようにどんな商品を販売していくのかっていうのはある程度やっぱり決めて、やっていった方があのもう収入につながりやすいっていうのはもちろんありますね。なるほどですね、はい、あのフォロワーさんが多いとすごいってなるじゃないですか、はい、でたまにそのフォロワーさんをこう買ってくるじゃないですけど、増やしてる人ってめっちゃけいると思うんですよ。グレーな、はい、本当に良くないことだと思うんですけど、ああいうのって意味ないですか？やっぱりどうですか？ あれはもう意味はないです。あ、意味ないですか？やっぱり購入してしまうと、うん、まあ、そもそも、その方々って、まあ、何も買うわけがないですね。全く、まあ、本当数だけっていう話になってしまうので、そうですよね、はい、やっぱりその、うん、本当に自分のいい自信のある商品を売るとか、はい、アフィリエイトするとなった時に、はいはいはい、こう聞いてくれたり本気になってくれるフォロワーさんがいるかどうかですもんね、はい、あ、おっしゃる通りです、うん、はい、それがなければ、はい、あの一生懸命頑張っててもそのビジネスにならないあのアカウントになっちゃうっていうのがどうしてもありますよね、はい、そうですね、一月で350万みたいな、はい、その収益を得るアカウントとなると、まあ、ポイントとしては何があるんですか？ポイントとしてはアフィリエイトだったりとか、うん、あとはその自分のコンテンツを販売していくコンテンツ販売、うんうん、どちらかで例えば特化しているような、うん、発信をしていくっていうのがとにかく大事ですね。あの、はい、テーマを絞っていくっていうのは大事なんですか？はい、そうですね、絞っていく、これもよくあるんですけど、はい、結構いろんな広いジャンルを
幅広く浅く情報を発信していて、はい、これ何の人かなっていうのがわからないみたいなアカウントもよくこう見受けするんで、それだとやっぱり難しくなってくるんですかね。難しいですね、はい、結構じゃあテーマは皆さん、はい、受講生の皆さんもこう絞っていくわけですか。そうですね、基本的には絞って、あの、はい、狭ければ狭いほどいいんですか。狭ければ狭くて、かつ、まあ、需要がある、見てくれてる人がいる内容で、かつ狭い、うん、ニーズがあって、はい、でもそれでもあのちょっとこう尖ったテーマの方が その方に刺さりやすいっていうことですよね。じゃあ、三上さんの場合は、はい、特に会社員時代 その営業のご経験とかが、はい、まあ、武器なんですか。武器ですね、はい、だからテーマとしてはどんな風にこう尖らせてるんですか。でも私の場合だったらインスタグラムとツイッターがあるんですけど、うん、ツイッターの場合だったら私営業マンの経験もなかったので、はい、そういったウェブ上で稼ぐスキルですね、うん、フリーランスになりたい方だったりとか、うんうん、副業で例えばライターさんだったり、あとデザイナーさんをやりたいなって思ってる方に対してどうやって営業していくのか、うんうん、っていうのことをコンテンツとして、うん、販売をさせていただいてる。それをコンテンツとして販売するわけですね。そのスキル自体が側近性があるので、うん、その方も教わったら、うん、私に、例えば料金をコンサルフィーとかおっしゃられたとしても、うん、それってもうすぐに、うん、もう1、2ヶ月で回収できちゃうんです、はい、あの自分で営業して売るって仕事を取る力がつくから、はい、そうですね、あの収入になるなっていう実益が感じられるから、ね、三上さん教えてくださいみたいな、あ、そうですね、お金払いますってなると、そうですね、お支払いしたコンサルフィーとかも、はい、自分が営業で1件2件受注できて何十万とか月100万200万稼げれば、はい、もう回収しちゃってるから、そうですね、はい、そういう価値を感じて、はい、あの申し込みが来やすいし、はい、でそれに対してちゃんと価値を提供すれば満足度が上がってっていうことで、はい、そうですね、そこからさらにご紹介とかもやっぱりいただけて広がっていくっていうのがあるので、じゃあそのアカウントとして、はい、ある程度テーマがこう絞られてたり専門性があるアカウントを育てていくっていうことと、はい、そうですね、はい、もちろんこれが世の中にニーズがあって、はい、求められているものは必要だけれども、はい、ふわっと広いテーマでやったりとか、はい、単にフォロワーさんが増えたり買ってきてしまったりとかしたじゃあ意味がないというか全然ないから、はい、そこにそのアカウントの差があるわけですよね。ありますね、はい、あとはその信頼のあるなしですかね。そうですね、それは間違いなくありますね、はい、信頼でいうと、うん、やっぱりその人自身が例えばアカウントがいかにフォロワーさんが多くて、うん、すごそうだと思っても、うん、まあ例えばいいねの数が全然なかったりとか、うん、あとは SNS であれば、うん、普段からその方がどういう人と関わっているのかっていうのも、うん、そのリプ欄だったりとか、うん、コメント欄で全部見れると思いますので、うん、まあ、そこで全然交流がない方だったりすると、うん、まあ、実際そんなに信頼されていないのかなっていうところで、うん、そっかそっか、そこも皆さん見てるわけですよね。見てますね。こういうことと関わってんだ、あの人と知り合いなんだ、はい、この人みたいな、はい、なるほどなるほど。なのでもう本当に単純にフォロワー数っていうその数だけじゃなくて、うん、アカウント全体の雰囲気だったり、うん、まあ、ちゃんと大丈夫な人なのかなっていうのを、うん、まあ、いいね数だったり、うん、普段の交流からちゃんと見せて信頼値を高めていくっていうのがとても大事ですね。それがマネタイズできるアカウントなんですよね、はい、そうですね。そっかそっか、だから速攻に向けて皆さんコツコツ情報を発信していければ、はいはい、その SNS 副業で収入も作れたり、まあ、信用もあるし仲間も集まるようなアカウントになり、はい、まあ、ちょっとこう表面的なことばっかりで育ててしまったらこれは何も実らなくてっていう注意点があるっていう ね、はい、こんな違いですかね。はい、おっしゃる、ありがとうございます、はい、まあ、なのでね、そこさえ間違えなければコストはかかんないですからね、 SNS って。そうですね、ほとんど原則かからないから、はい、すごく始めやすいですし、はい、で誰でも挑戦すればうまくいく可能性があって、でうまくいけば月何百万みたいな三上さんみたいになれる世界もあって、まあ、ましてや月5万10万稼ぐ人なんていうのは生徒さんにもねたくさんいらっしゃるわけじゃないですか、ね、はい、だから皆さんにこうね始めていただくには SNS 副業ね第一歩いいんじゃないかなってね思いますんで、まあ、三上さんにはですね今回ちょっと短めにねお話ししてもらってますけど、副業アカデミーの SNS 講座の無料セミナーっていうのを、毎月開催してますので、もし具体的にもうちょっと深掘りして聞いてみたいなっていう方は概要欄からですね三上さんがお話ししてくれるオンラインセミナーのスケジュール載せてますので、ぜひそちらチェックしてみていただければなと思っております。では次回もですね、その深掘りして、もう一歩 SNS 副業のことを聞いていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。